ジャズ喫茶バリレラのおいちゃんです。こんにちは。今日はアートペッパーのレコードを紹介したいと思います。アートペッパーの初リーダーセッションですね。はい、今日はこちらのレコードです。ですね、ちょっとなんとも、ジャズのレコードのジャケットとは思えないような、イラストになってます。アップでどうぞ。はい、サーフライトそのものですね。サーフボードに乗って、波乗りをしています。サーフライト、ですね、初リーダーセッションと言いましたけども、アートペッパー、こちらにですね、後ろに丁寧に、これほどこの何て言いますか、簡潔にですね、彼の何て言いますか、この生い立ちと言いますかですね、書かれてるんですね。非常に簡潔にして、素晴らしいライナーノーツかと思うんですね。当時の、ライナーノーツなので、その後の彼のことはもちろん書いてないわけですよね。はい。簡単に言いますと、1925年に、ガーデナーというところで、生まれて、そして、最初は、9歳の頃ですね、クラリネットをやり始めたんですけども、13歳でアルトサックスに転向する。それで、その頃は、ベニー・カーターとかですね、そういった人たちと、ギグをしていたと。1943年、それで、軍に入る前にですね、向こうは当然、兵役があった時代なので、ミュージシャンだろうが誰だろうが軍に入らないといけない。その入る前にですね、3ヶ月間スタン・ケントンのところに入った。そして除隊後、またスタン・ケントンのところに入る。そして、1954年にですね、自分のコンボを、組むというふうに書いてあるんですね。はい、とうとう書いてあります。はい、そして今日のこのセッションのですね、メンバーのことが書いてあります。はい、そしてこのサーフライドなんですが、これはですね、このこれが目的として作られたアルバムではないんですね。いわばコンピレーションなんですね。ディスカバリーというレコードレベルがあったんですね。そのディスカバリーセッションと言われるものがアートペッパーにはあります。そして今日お届けするのはそのディスカバリーセッションなんですね。要は1952年 LA で録音されたものなんですね。そして12曲、こちらに、編集されてですね、入っているわけです。ですので、ですね、メンバーもですね、3通りあるんですね、セッションの。A 面はアートペッパーのワンホーンです。アルトサックスとピアノトリオ。そして B 面はですね、テナーサックスが入ってきます。ですね、ジャック・モントローズのテナーサックスが入るのが B 面になります。そしてそのディスカバリーセッションと言われる
ものなんですが、これがコンプリートではないんですね。それをコンプリートにした4曲追加してディスカバリーセッションコンプリートにしたのが、やはりここで素晴らしいのは日本なんですね。1975年にですね、CBS ソニーから出ました。16曲そこには収録されています。それがディスカバリーセッションなんですね。本当に日本はジャズ大国ですね、はい、ですので、その1975年に、出たもの、それから CD もありますけれども、もっと聞きたい方はそちらでもいいんですけれども、これは1957年にリリースされたものなんですね。はい、ですね、今日はですね、迷ったんですが、とにかくワンホーンのものにしようと思いました、ですので A 面からですね、 A 面から、でも A 面もですね、いい曲をやってるんですね。1曲目はですね、ティックルトーンというレスター・ヤングが1940年に作った名曲名演があるんですが、レスター・ヤングのティックルトーンをやってるんですね。これも素晴らしいんですけども、今日は、このタイトル曲にしました、サーフライン。もう本当にですね、聴いていただくと分かるんですが、もう波乗りをしているかのようにペッパー・アルトがですね、本当にこのサーフボードに乗りながら演奏しているのではないかのようと思われるような、もうすごくいい、もうやっぱり1952年なので、もう彼の一番の時かもしれませんね。はい、その1952年のこの、サーフライドのメンバーを申し上げると、ピアノトリガーオリオがハンプノンホースピアノから、ジョー・モンドラゴンベース、そしてラリー・バンカードラム、まあ、おなじみのウエストコーストの面々ですね。はい、ではこれはやはり持っているべきレコードかと思います。ではアートペッパーサーフライドからタイトル曲サーフライドお聴きください。ジャズはいいよ。